ブッシャーリオルスです。それでは本日も刀剣乱舞始めよう。はい、今日はですね、まあ江戸城はそこそこやってるんですけども、久々にですね遠恋で遊んでいこうかなと思うんです。はい、でこちらなんですけども、まあ、ちょっとね高節さんがいらっしゃるところはちょっと伏せさせていただきまして、僕もまあなるべく見ないようにしまして、いつもここ最近ね、ちょっとお気に入りで育てているこの極め立ち舞台、いちごさん、今はいちごさん、ひげさん、ひげきりさん、山伏さん、ひざまるさん、食堂きりさん、鶴間さん、でいるんですけども、こちらの舞台で今ね、39、40、42、39、43、39、まあ平均40ちょっと、ぐらいの、41ぐらいあるかな、の、メンバーでちょっとやっていきたいと思います。できれば格上がねいいんですけども、とりあえずはちょっとこちらの相手、対戦してみましょう。こちらが珍しいですね、特段子が2名、いらっしゃいますね。茶谷切さんと、清丸さんで、極め舞台は、太鼓がね貞ちゃんですね。で左翼くん、膝丸さん、ひげきりさん、のメンバーでございますね。まあレベル的にはサダちゃんとサヨくんがちょっと高いですけども、まあ特段子2人はまあ普通ですし、こちらの太刀、極め2人もうちよりかは1、2低いので、これは勝てるんじゃないでしょうかね。やっていきましょう。で、こちらは、先ほどのメンバーで、装備はですね、全員、軽騎兵2個と重騎兵1つ、軽騎兵2個と重騎兵1つで、装備しております。今のところ、江戸城もずっとこんな感じで行っておりますので、行きましょい。夫人の偵察を、1倍包囲して潰す。さあ、失敗で、多分基本的にはあっちに全部攻撃されてから、まあ、こっちが殴る感じにはなると思うんですけども、まあ、あっちも太刀2人いるんで、まあ、4人ぐらいは先に攻撃されるかな、を全部耐え切って、反撃で、カウンターする感じでいけると思うんですよ、なのでここは打撃を上げていこうかな。魚鱗陣でいきましょう。多分耐えれると思うんですよ、さよくんの攻撃、さよくんとさだちゃんの攻撃を耐えられる。お、来た、ここで担当を惜しいな。相手の重兵1個倒したぐらい。おっと、おい、普通に耐える。あ、耐える耐える耐える。あ、むしろそろそろ本気出さないとだ。むしろたちが怖い。あっちの極めたちが怖い。見た目だけじゃ終わらないさ。おお、とりあえず特段子を倒した。担当の攻撃効かないですね。硬えな。あっちも硬いけどね。あっちも硬いけどね。こっち攻撃上げてんだけどな。いやこんなに生き残る遠恋も珍しいな。すごいぞ。3振りしか倒されてないぞ。今ちゃんと笑えているか。でもなんとか勝てましたね。はあ。で問題はここよね。そうそう、こういうメンバーですよ。私もあのサニマレベルが200を超えたあたりから、まあ、こういうメンバーこういう対戦相手が増えておりまして、これに勝てたら万々歳なんですけども、このね担当部は舞台、で太鼓左文字さん今経験値2倍なんで多分上げてるところなんでしょうけども、こちらの方はどんな感じ。ああ、高節さんいらっしゃいますね。こちらの方はどんな感じ。あー、ここは普通に結構みな極め旅から帰ってきたばかりの皆様方っていう感じでしょうか。そうですね、35、36、ともえさんだけ42という形ですね。これきっとこの間の大阪城で上がったんじゃないかな。どうだろう。ちょっと遠恋していきましょうか。ここで怖いのはもうともえさんなんですよね。あの必殺技食らうと一回休みさせられるのが意外とね遠恋で効くんですよ、これがまた。
ちょっと行ってみましょうか。はい、同じメンバーで夫人の偵察を叱るの。いやー、さっきも結構ギリギリな勝利でしたけどね。うん、索敵は見えない。まあ火力、こっちが倒されることはほんと滅多にないだろうから、火力で、うん、倒せないけど倒れないみたいな感じになっちゃってるから、なんとかして火力上げていかないと。先制攻撃、これで、はい、これが落ちた。お、2名いいよ。3名いく、3名はいかない。あ、でも盾兵2つ壊したね、先制攻撃で。それでかいんじゃないの。その腕もらった。かっこよく決めたいよね。うん、これこれがいて、あ、ひどいこれだよ、恐れていたことが起こってしまった。2人気絶した。うわ、そしてそして蛍くんが怖い。あ、1人倒した。その腕、これ1人倒したのでかいですよ。あー、1回休み1回休み、あー、1回休み、痛いよ。でもこっちはまだ1人も、うん、やられてないから、ここ、あー、ここ耐えたのでかい。これ勝ったよね、勝ったよね、一人倒してるし。おー、すごいギリギリな戦い。驚いたかい当然だと思ってたならそれはそれで嬉しい。あー、よくやったよくやった。はい、遠恋相手の更新が行われました。この相手はなかなかいい勝負になるんじゃないかな。うん、極めのウグイスさん、戦後さん、静香方さん、またなぎなたがいらっしゃるのが怖いけどね。はい、でバミさんと、で太鼓さんもおじさん、うん、だからこの2人のレベル上げを2倍で頑張ってるところですね。でお手ぎねさんがいらっしゃる。なるほど、やり、うん、いろんな、っていうか全員かぶりなしだね、投手が。うん、タッチ、内刀、なぎなた、脇差し、担当、槍でバラバラですね。あ、こういう相手と戦ってみたかった。でちょっと、装備を作戦変えてみまして、前もね、以前もやったことあるんですけども、全部盾兵でガチガチでやってきましたよ。うん、さらに法人最高の壁を見せてやりましょう。よし、一倍一倍でも大活躍、ね、あ、不利になった。不利引いても盾兵ならやってくれる。あっちに先制された。そっか、こっちも先制する。あ、以上え、あっちもすごい盾兵積んでんな。何これ、なんでこんな盾兵積んでんの、あっち、どういうこと。早い早い。うわ、三連刺し食らった。それだけか、それだけか。上から失礼、上から降ってきた。これ、あー、よかった、必殺技食らわなかった。拙僧のやられないけど、やられないけど、やれないやられないけど、やれない。まあある程度予想はしてたけど。あー、盾兵が1個。うわー、また三連刺し食らった。よし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 、でも極め男子ではない。よし、必殺技食らってない。刮目して、刮目して、倒れないで。かっこよく決めたいよね。すごいすごい平和的、なかなか平和的。やっぱり特男子一人にしか倒せないこれどうなの、負けてんだいや多分お手切れさんだね、お手切れさんにやられた感があるよこれは。なるほど。はい、続きましてはこちらの相手ですね。はい、戦後さんはレベル上げてるんですね、もっか。はい、で、あとが、担当図ですね。はい、秋田くん、前田くん、さゆくん、やげんさん、あつしくんで、みんな61、62、うん、60ですね勝てるかな、盾軍団で。いけ、物見を出せ。で、担当図は打たれ弱さはあるので、ワンチャンあるよね。だから法人だとちょっと硬すぎるから、うん、打撃も下がるからね。だから大対人ぐらいの防御力でいいんじゃないかと思うんだよ、うん、よし、大対人で。しかもさっき不利引いたしね、うん、よし、お、大対人同士の戦い、先制攻撃だ、決めろ、ここで決めろ。じゃあ、お、鉄砲兵1個倒した、いけ、お、うんうんうん、鉄砲兵2個倒した。ここ避けて避けて避けて、あー、盾兵が一人死んだ
でここは耐える。結構削られるな、あ結構削られるな、うわ60代やばいな、もう60代でそんな火力あんのか。わあ2回殴られると落ちる。こっちの攻撃は、こっちの攻撃は、こっちの攻撃も2回いるか、1回で逃走剥がしてんね。うわあ2人落ちてんのが痛いよ。お耐えた耐えた耐えた、いかれない。お耐えた耐えた、反撃反撃ののろしだ。ここで反撃の、おいいぞ、2人倒したぞ、反撃ののろしだ。ああじゃあかっこよく、あー倒せない。これ負けっすかね、負けっすかね、負けだね。いやー強え、60代強え。こんなにガチガチに固めても60代のタントーズの火力高いな、マジかー。はい、お次はちょっと変わった内容でございますね。相手ですね、不動くん特段子。久々に見たなこの赤い顔。うん、なるほどね。でドタヌキさんはすごい高いね。うん、極め内刀で88。うん、初めて見たかもしれない、内刀でここまで上げてる方。うん、日本語さん47、山口さん40で、新人さんでももう77で、お頭が96。うん、じゃあ行ってみましょうか。ちょっと作戦を変えてみました今回。はい、一人、助っ人選手トモエガタさんを必殺技打ってくれないかなという形で、一人だけ、はい、なぎなた連れてきました助っ人選手でございますね。どうしても速度が遅いから、うん、それなら相手を殴らせなければいいじゃないという形でトモエさん期待しております。じゃあ行きましょう。さて準備は、まあ、極め担当が今回相手にいないんで、まあ、大丈夫じゃないかなと。一応大対人で行きましょう。だから担当ズでも同じぐらいのレベルだったら勝てるんじゃないかなと思うんですよね、うん、どこ削った今、どこ削った、ここか、ここか。沿線岩飛んできた。うん、槍がな意外とこうちゃんと削られるところが、あお頭早い、あまあ味ケキヘだな、それは早いわ。あの先生、先生お願いします、先生先生先生、あで先生必殺技お願いします。先生やばい、先生先生倒れそうです、先生先生倒れそうです。筋肉防御である。初めて聞いた。初めて聞いた。筋肉防御である。まあの結果で終わりましたね。うん。勝っても勝利 C だな。うん。戦もまた大きな流れの一部だ。同じぐらいの担当図がいればねレベル。禁物であるぞ。試せるんですけどね、だいたい担当図で相手にいるなと思ったらだいたいこういうレベルなんですよ。90とかね、90っすよ、90は無理だ、どう頑張ってもひっくり返っても無理だ。はい、レベルが同じぐらいの相手見つけました。49、47はちょっと高いけど、43、43、39、38なんで、まあ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 だいたい同じぐらいじゃない、みんな40代だし。じゃあこちら、行ってみましょう。はい、こちらも担当ズタチーズですね。はい、タチーズって言いづらいな。シシオさん、と桜待ってないけど、あまあいいでしょう。装備はまた軽騎兵重騎兵でやっております。じゃあ行きましょう。さて準備はできてるか。さあどうかな、敵さんを精一杯驚かせてやろうぜ。うわ、陣は見えないで、今回はタントーズがいないから火力上げでいっちゃっていいんじゃないかなと思うんだ、うん、レベル同じぐらいだし一発ではやられないでしょう。というわけで魚鱗陣スキー法人が硬いのきたね。どうだろう、いけるか。おお、ね、いいね、押してるね、押してるね。
こっちの方が早いんだ速度、軽騎兵2つ積むと。見た目だけじゃ終わらないさ。うー硬い、あっち硬い。まあさすがに法人だけあるが、おらこの人が怖い、この人。あ出た出た出た、その三連突き判定で有利になるよね。それ上から失礼、上から失礼。よし一人倒したぞ。おわそれがあった、ギャーギャー。さあこの相手のかっこよく決めたいよね、かっこよく決めてくれ。あここ狙い目だよ、逃走ないよ、逃走ないよ、ここも逃走ないよ、ここもないよ。これ、うわ耐えた、怖怖、最後怖。でも勝てたんじゃないか、勝ったー、うん、同じぐらいのレベルでやれば当然だと思ってたなら、それはそれで嬉しいがな、うん、すごいギリな勝ちだけどでも勝てるね。あーなるほど、立ち図面白いぜ。はい、最後にこちらの方対戦していきたいと思います。ね、徳の立ちの皆さん対極め立ちの皆さんみたいな感じになるねはい、あずきさんとで、ここは2人極めですね、ホタルくんと戦後さん、うん、で、お頭さん、長毛さんと小ガラスさんと、古今伝授の太刀、はい、古今さんですね、93、うん、まああの徳でも太刀の皆さんはここまでレベル高いと硬いんだよね、うん、以前僕もやったことあるんだけど極め担当図に対抗するために、うん、徳男子のタチーズで盾兵固めてなんとか戦ったことはあるんですけど、ほんと硬いんで、うん、こちらの方とやっていきたいと思います。で、最後だし一人だけ助っ人外国人じゃないですけど強力な助っ人を連れてきました。はい、まあ相手にもいるんですけども、はい、うちも蛍君を連れてきました。はい、52でございます。はい、だからこれは今回の作戦はこの5人で太刀の5振りで耐えて、蛍くんがなんとかしてくれなんとかしてくれ作戦で、はい、行ってみましょう。物見を出せ、物見出せ。あ1倍1倍で80、90代の太刀の皆さんと、よし練習でも大活躍するぜ。特段の太刀の皆さんと極めの40代の太刀の皆さんって どんぐらい違うんだろうっていうねところも見ていきたい。うんうん、勝て、あめちゃ勝て。残念、さあこっちのターンだ、うん、あっちも勝て、あっちも勝て、あっちも勝て。やっぱ硬いね、うん、とりゃいけー、ちょちょ、あいしゃー、ほら、あっちも来て、あっち耐えた怖お互い必殺技が残ってるのが怖いな。残念こっちなんだ、お互い最後の一振りが怖いな。その腕もらった、よしよしいいよ、さすがにかっこよく決めたいよね。ちょいちょいちょい、へい、怖い怖い怖いよ。なんか正直今回はあのスケッお互いの助っ人のレベル差で勝ったような気がするな、うん、だよなあっちのホタルくんここまで高くなかったもんね、うん、で結局ホタルくんのレベルで勝ってないかこれ。あでも作戦的には合ってるよね、うん、5人で耐えて5人の屈強な壁で耐えてホタルくんが決める作戦、うん、いいだろう。これで今度ちょっと60代の担当図が来たらこのメンバーでやってみようかな、うん、1人だけ蛍くん入れて、よし、じゃあありがとうございました。はい、延年お疲れ様でした皆さんね。はい、いやー難しいですね、やっぱりね、6振り全部立ちだけだとちょっと火力が足りないかな。まあレベル上がればもうちょっと上がるんでしょうけども、うん、まあ、太刀の皆さん の、うん、あのいいところっていうのはやっぱりあの硬さですから、うん、さっきみたいに最後の試合みたいに太刀5振り、まあ、4振り5振りで、うん、耐えて、うん、ホタルくんが決めるいい作戦だと思うんですけどね。はい、ちょっと、はい、またいろいろ相手のレベルがいい感じのが来たら、うん、動画にしたいかなと思います。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。おっす。